はい、皆さんこんばんは。それではバイオハザード RE2 ですね、クリアセカンド続きやっていきます。さて、すでにアイテムを預けてありますで、ポータブルセーフも開けてあるので、このままアイテム回収をしていきましょう。まずはちょっとタイラント近いかな。タイラントが近い上にリッカーがいるね。大丈夫か。なんとかだったね。ただタイラントが来てると間に合わねえな、これ。まあ、それはそうといいとしましょう。ボタンをつけちゃって、ではアイテム回収ですね。102。102いらない。でもいいか。一応やっとこう。102、103。203の、こっちは欲しいね。208です。こっちは欲しいですが、まあ、取れるものは取っちゃいましょうか。いただけるものはいただいちゃいましょう。まずはサイドバック。で、弾ですね。弾もゲットしておきましょう。そこのリッカー、やっとくべきかもしれんね。もしかしたら、邪魔になるかも。タイランド通ったな。こちらに気づかないと。ふう。例えばこの中で、お目当ての工具を取りますと。これタイラント入ってきたらあれだな、逃げるときにリッカーと鉢合わせですね。そいつはまずいぜ。だからまあ、できるならやっといた方がいいかもしれないですね。あいつ邪魔なんで。あ、これやべえな。へへーん。さっき帽子飛ばしたこと怒ってるね。仕方ない。燃やしますか。あ、大丈夫だ。歩いていけそう。オッケー、ラッキーラッキー。移動しててくれたらね。そしたら、2階の図書室に行きますと。ちょっとゾンビをね、先に始末しておかなかったのは失敗だったんですけど、大丈夫かな、間に合うかな。図書室の、来てるな。間に合うのであればありがたいけど、ダメだった場合は一周していきましょう。一周してくれば、ほい。あの奥のゾンビ、こっち気づかなきゃいいけどね。後ろから噛みつかれちゃう。間に合うかな。時間との戦い。お食事に夢中のゾンビは大丈夫でした。よし、よかった。ね、タイラントかね、倒しちゃえばいいように感じるんだけど、倒せないからね、あいつ。ダメージを与えれると膝つくんだけど、本当にものの10秒ぐらいで復活しちゃうので、弾の無駄なんですよね。なので、できれば、やり過ごした方がいいですね。よし、では、この時計台の下りはもう、レオン編でやってるんで、特に説明せず、ささっとやっちゃいますね。で、今一度、その、表と裏、いわゆるその、まあ、ファーストとそのセカンドというシナリオの、ルールがわからないっていう人がいるので、今一度ざっくり説明しますと、最初に選んだ主人公、レオン・クリア、まあ、選んだ主人公がファーストというシナリオになります。いわゆる表シナリオですね。で、次に選んだ、そのクリアした後に次に選んだ主人公が、まあ、セカンドというふうになります。で、例えばその、私は、ファーストで、まあ、最初にレオンを選択しました。で、最後、電車で逃げるときにですね、なんか G が、G っていうか、なんか、うにゃうにゃって出てくる変な謎のシーンが最後あったと思うんですが、まあ、要は、ラスボス戦はまだこれからだったんですね。表っていうか、最初の主人公は途中で終わっちゃうわけです。で、
次のセカンドシナリオの主人公でやっとラスボス戦というか最終決戦とあとエンディングが待ってます。はい、なので、表と裏、両方の主人公を両方ともクリアすることによって完全バイオハザード2の完全クリアとなるので現時点ではまだ半分だということだったんです。まあちょっとそれでもなんで、レオンの最後ラスボスいないのというふうにねコメントされてる方もいたんですが、あれはまだ途中ということになります。なので、そうだね、まあ、クレアの始めた場合はレオンが裏になるので、最終決戦はレオンが行いますが、私の動画の場合は最終決戦は、まあ、最終決戦というか最後のエンディングのところはクレアで向かうことになります。はい、携帯出しておきましょう。じゃあこのクレアで最後終わったら、レオ今度はクレアをファーストにしてレオンで裏やるのっていうね、質問をツイッターなどでいただいているのですが、一応ねクレアのファーストというか最初表はレオンの表とほぼ一緒ですので、まあ、もちろんあのレオンの裏もクレアの裏セカンドとほぼ一緒ですので、さすがに2回やる必要はないかなと思ってます。この実況だけでもまだしばらく続きますし、例えばその後のハンクって言われるね、主人公の、まあ、ミニゲームですけど、あと豆腐もありますね。これ避けられるんじゃねえか、ちょっとなかなか難しいムーブ、狙いがつけにくいムーブ、抜けられそう。そのミニゲームですけどもね、その2つもありますし、なんか15日以降にあれですね、本来は、死んでしまう悲しい運命の人たちのもしものの話っていう、そのかダウンロードコンテンツなんかも配信されるみたいなんで、それでも遊んでいくとしばらくまだまだ続くと思いますので、それ以上はやらなくてもいいかなと思ってます、ね、私も他のゲーム実況もしたいと思いますのでね、なのでそのクレア表レオン裏はとりあえずはちょっと今のところは予定しておりません、はい、あらかじめ、申し上げておきます。さあでは部品2つ集まりました。アイテムをね渡すのは後でいいです。あ、ここで一旦セーブするのがいいですね。この先セーブポイントがないのでしばらくないので、じゃあここでまたセーブさせてください。はい、 OK です。さあでは部品をはめまして、駐車場ですね、駐車場に向かうんですけど、クレア編はねちょっと違うんですよ。そこが面白いんですけどね。部品はめます。そしてドア23の12の、あとは適当に回していきましょう。ここ回す、ここ回す、ここはよして、ここ回す、ここ回すのここで、ここかな。そしてここも、ここも回したか、こうだ、はい何が起きたか分かんないですけど、これで OK ですね。そうすると、おー、開くという、花がよく分かんないですけどね、なんかやってるとうまくいきますね。もしもし。ごきげんよう、クレア。取引をしようじゃないか。どこにあるの？近くにあるから、すぐわかる。シェリーは無事？今はな。もし指一本でも触れたら。バカなガキだ。あれを落とさなければ見逃してやったのに。心配するな、もうじき全て終わる。どこかから出られるはず。はい、操作キャラがシェリーちゃんになります。シェリーちゃんもちろん戦えません。できることといえば走ることと、あと座ることです。はい、これしかできません。
脱出をしたいのですが、もちろん鍵はかかってます。で、なんかいい感じの場所があるんですけども、アイテムが必要だと。いや、絶対剥がせるよと思うんですけど、セリちゃんの力じゃ無理なんでしょうね。で、部屋をもうぐるぐる回ってみると、この頭でかいね、気味の悪い人形があるんですけども、こいつを調べてみると、まあ大体後ろですよね。中から何やら何か出てきました。で、このブロックを謎解きすると、これですね。うまくいくかな、これ。これで柄を合わせますね。柄を合わせて、こうかな。あ、違うか。柄を合わせて、これかな。うまくいけない。結構うまくいきましたね、簡単に。合わせると中で、ハサミが手に入ると。いろいろコツがあるみたいです。ランダムなんですけども。そしたらこれで、ハサミで切りますと。手で剥がせるんじゃないかなと思うんですけど、意外とさ、こういうビニールテープって、もうバリバリに貼るとさ、剥がれないんだよね。ここは何なの？今監視してた場所ここだったんですね。さあ、では出ましょう。さあ、孤児院のような場所なんでしょう。孤児院のような場所なんじゃなくて、孤児院なんですね。さあ、脱出するためにあそこが通れそうですね。あそこちょうど上空いてます。タンスですね。タンスこう引いて、子供の時やりました。タンスをね、ちょっと下からどんどん引いていくと、こう階段になるわけです。これでね、高いところ登ることやってましたけどね、危ないんでね、絶対ダメですからね。手前に倒れてきますんでね、大人は真似しないように。大人はやらないか、ね、ここ行けばいいじゃんと思ったけど、ここ開かないんですよ、これ引っかかってて。で、次に行くとこなんですけども、こっち側は残念ながら開きまへんと。あかんやつですね。で、こっち側です。しゃがむ。意外とね、ザルなんで、ここはもうホールまで出てこれますと。これがエントランスなんでしょうね。さあ、ではエントランスからもう出ちゃいましょう。あのドアから出られそう。わーい、出られそう。こんなとこ、甘いよ。ダメですね。ダメだ、鍵がいる。バイオセブンを思い出しますね、この感じ。ではちょっと怖いですけども、中を探索していきましょう。このね、ホラーの中にも2種類あって、バリバリ戦うホラーと、こういう逃げるしか手がないホラーですね。いや、あの人、こっちが苦手な人結構多いですよね。おー、いるいる。もう生き残るためには逃げるしかないっていう方です。私はどっちかとね、どっちも好きですね。戦うのも好きだし、逃げるのも好きです。の日記、変わった名前ですね。のちゃん、のさんの日記なんですね。これを読んだ人、警察に電話して、ブギーマンが来た、みんな食べれ、ブギーマンは黒いたくさんです、助けて、もうすぐこっちに助けて、お母さん、お母さん、大変ですね。子供たちにとってそのね、恐怖の対象はブギーマンというふうに言われてますね。悪い子にしてるとブギーマンが来るよと。なんでしょうね、ブギーマンってね。ハロウィンかな。ブギーマン、ブギーマン、あ、はい。これなんだ、これ一応ね、人間なんですよね、これ。市長の娘だっけ、これって。要は、死体を剥製にしてるんですね、これ。だからやばいやつなんですよ、あいつ。あいつすげえやばいやつです。バイオ3ではなんかの時に出てきたっけな、あれ。
たし、まあ、いいや。確か DLC で市長の腕使えんだっけ。どこへ行く気だ。おとなしくしてろと言っただろ。鍵取られちゃいましたね。聞き分けの悪い子だ。こっちに来ないで。お願い。しつけってものを教えてやる。ふざけやがって。ただで済むと思うな。ああ、クソガキが。待て。さあここは逃げましょう。捕まったら一撃でおしまいです。後悔させてやる。来ないで。とにかく逃げましょう。これカメラアングル頑張りましょうね。これね、助けて。横を見ながら走るという。そうすると、うん、その先は行き止まりだ。鍵かけてますね。なのでなんとかあの鍵を奪わなきゃなりません。ほい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 。さあバレないように、うん、あ来ましたね。足か、足引きずってんのか。ライトに当たると一発でアウトです。なんでライトに当たらないように。かくれんぼは終わりだ。鍵を閉めたぞ。さあじゃあ向こうはですねこちらを探し回ってきますので、気をつけましょう。これ当たらないように。出てこい。いるのは分かってるぞ。早く出てきた方がいいぞ。お仕置きが増えるだけだ。よいしょ。さあライトに当たらないようにここは身をかがめていきます。しゃがんでるのも疲れるからね。さあ向こうが開きました。せーの、くるっとくるよ。神様お願い。どこに行きやがったあのチビ。さあ光に当たらないように。ちくしょう。さあ静かに行きましょう。バレないようにバレないように。これが最後のチャンス。とはいえもうかなり追い込まれております。今すぐ。もう逃げ場はないです。これで来られたらアウトなんですけども。ああくそ、顔が焼ける。ちょうどこういういいタイミングでね鍵を差しっぱなしで行ってくれるというね。これはチャンスですよ。ちなみにこれ逃すとアウトです。出てきてしまうのでここは早々に逃げましょう。その鍵はどこだ。見つけた。どっちにしてもバレます。ゆっくり行ってもバレるんで少しでも距離を空けたいですね。ここはいいんだけど意外に早いんだよね。さあここから出たいと思います。やったー、自由だー。うえー、鎖かかってるんですね。めっちゃ足早いんで今度はめちゃくちゃ足が速いんで、あんまりふざけて後ろとか振り返ってると死にます。ここはもう一気に逃げましょう。すぐ入ってくる。ひゃー、あかんあかん、やばいやばい。お遊びはもう終わりだ。ただじゃおかん。
ごきげんよう、クレア。取引をしようじゃないか。どういうこと？私の時間を無駄にする気か？ペンダントを持ってこい。シェリーが死ぬぞ。ペンダント？何のために？ガキを死なせたいか。わかった。どこへ？孤児院だ。孤児院？どこにあるの？近くにあるからすぐわかる。シェリーは無事？今はな。もし指一本でも触れたら。信じられない。最低。さあ、これで、操作はまたクリアに戻りますと。では、警察署から出まして、孤児院に向かいますと。もうタイランド歩いてますね。で、ちょっと今回ね、ここから霧がいいとこなんで、少し今回は早いですけど、ここで終わりにしたいと思います。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。はい、皆さんこんばんは。さあ、いよいよ本日配信開始となりましたバイオハザード2ですね、この2作目のリメイク作、うん、はい、皆さんこんばんは。それではですね、本日いよいよ配信開始となりました待望のリメイク作バイオハザード RE2 を遊んでいきたいと思います。バイオハザード1のリメイクはですね、何度も出ていたんですけども、2のリメイクがなかなか出ないということでね、20年越しでようやく本日発売となりました。楽しみですね。早速やっていきましょう。で、ですね、もう一回やっていい？もう一回やって。で、どっちからしようかなと思ったんですが、まあ、一応先にクリアしたレオン編の方をですね、表として、後ほどレオンをクリアした場合、裏シナリオのクリアもやっていきたいと思います。さあ、それでは、ゲームの難易度は一応これはノーマルでいきたいかな。はい、サクリックためにノーマルでいきたいと思います。プレイ済みでございますので、基本的にはサクサク進みます。なので時間がない。はい、皆さんこんばんは。それでは、バイオハザード はい、皆さんこんばんは。それでは、バイオハザード RE2、2パート目ですね。やっていきたいと思います。さあ、警察署からの脱出なんですが、3枚のメダルを集めたいと思うわけなんですけども、言えてないな。はい、皆さんこんばんは。それでは、はい、皆さんこんばんは。それでは、バイオハザード2。前回はこのクローバーのキーですね。違いました。クラブでした。さあ、どっこんどっこん言っていますが、タイラントはどこにいるんでしょうか。怖いですね。タイラント。もしかしたらすぐ出くわすかもしれません。いきなりの体重でドカーンとね。クレア編をやると、ここのガラスが割れた理由がわかります。さあ、まだ近くで落としますね。大丈夫かな？大丈夫かな？そしたらゾンビだらけの中に入っていかなきゃなりません。いっぱいいるからちょうどいいから投擲しちゃおうか。ほい！